にちは、みほです。今日は昼間、表参道の近くに用事があって行ってきました。表参道の近くっていうか、事務所に行ってきたわけなんですけれども、いつも事務所に行った時はなんとなく表参道をブラブラ散歩してから帰ります。イルミネーションがね、表参道綺麗なんですよね、だから綺麗に違いないと思って行ってみたんですけれども、まだ全然明るかったのでイルミネーションがついていなく、イルミネーションの電球が巻きついた木を撮影して、で、じゃあ帰ろうかなって思ったら、りょうこちゃんから連絡が入り、ピザのお誘いだったので、あ、ピザいいなと思って行きました。結構お腹いっぱい食べましたね。はい。今日はりょうこちゃんに、私、シンガーソングライターになろうと思うんだって言ってみたんですけれども、言ってみたって、本気というか冗談で言ったんですけれども、そんな私のアホな発言を笑い飛ばさずに聞いてくれて、本当にありがたいなってつくづく思いました。まあそんな会話をしたからなのか何なのか、家に帰ってきてから歌いたくなって歌ったので、この後暇な人は聞いていってください。じゃあ今日はこの辺で。バイバイ。